変ありがとうございました。新潟育成祭はとても不安がありましたが、サポーターの方々が温かく迎え入れていただいたのでとても嬉しかったです。自分の野球生活を今年終わりになりますが、この新潟の地で最後に野球ができたことがとても自分の人生の中でいい思い出になって